2024年2月の13日かな ?13 日の19時に、あー待って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 。<laughs> おばあちゃん。おばあちゃん。ちょっとこれは後で。飼い主が置いた場所が悪かったね。まだもうちょっと待って。もうちょっと待って。 食欲すごいなぁ。うん。うん。うん。もうちょっと太ってもいいかなっていう気はするんだけどね。体型かなも体型体質かな。<laughs> はい、ねねちゃんです、ねねちゃん。元気だね。見てよ、元気だよ、ちゃんと。<laughs> なんでペレットを食いつき悪くなったんだろうね。<laughs> はい。 ちょっとね、ネシャンチェックを。ちょっとごめんね、おばあちゃん。食べきってますね。これ、シュチュさんのお皿だわ。で、まチモシ散らばってて何とも言えないんだけどさ。まあうん。食べてるね。多分入れたうちの3分の2ぐらいは食べてんじゃないかな。また網をさ。 うん、多分入れたうちの3分の2食べてんじゃないかな下に落ちてそうだけどね下に落ちてそうだけど一応食べてんじゃない3分の2ぐらいはで見てこの活発さドーンって足元気だわめっちゃ元気じゃんねああああああ いや、元気っすわ。バナナ食べるあの、祭りおばあちゃんがかじったけど。食べるわ、ちゃんとしかも。大丈夫そうだね。これは病気じゃないぞ。 まあそんな気はしていたけど。元気そうだぞ。何 <laughs> な,なんだろうね。ペレットを食べない原因って病気以外にもいくつかあって。がーこっち食べて。はいはいはい。ユねシねャん、ン。ちょっと、取りに行かないのよ。あ、取ったな。 シーちゃん。大きかった。ああ。床が。もういいよ。後で拭くよ。主女さゃんにあげなきゃね。最近勢い怖いからさ。なんか、祭、ま、りさんがすごい被害に遭うので、すずさんはね、<laughs> ケージの中に入った状態でおやつにしていただいてるんですね最近どうぞまあみんな元気ですね ネネシャン、ネネシャンネネシャン、聞いてるバナナなんか食べてる何食べてるの、君それえああ落ちたよちょっと、ちょっと 抜かれてんだけど、毛を。なんかすごいびちゃびちゃになってんだけど、これ。バナナちょっと。ねねじゃん。違う、おしっこだ、これ。かけられたな。ちょっと、こんなことあるんだ。ちょっと、あの、あの、えー、元気じゃん。 これ、まつりさんもちょっと、ねねしゃん、部屋んぽしてるとき、かっしなきゃいけないね、これ。ダメだわ。なんか、お年頃って感じだね。ねまつりちゃんちょっと。まつりさんちょっと拭いてから、ねねしゃん刑事にインしとこうか。ダメだわ、これ。さすがに。やっぱり、お年頃だと、ね。 で、おばあちゃんはおばあちゃんで、どんどんと体力が落ちていくからさ。ね。どんどん叫んのもしんどくなるでしょう。やっぱ、仲良く暮らしていただこうと思ったら、避妊って、やっぱ必要だね。ダメだ。ちょっと待って、隔離しよう、先に。 はい。というわけで、ちょっと、隔離します。先に。食に関する執着がすごいな、本当に。そのままピンピンコロリ目指そうぜ。ここでもアピールしてる。あ、そう、なんか話途中だったな、あのあれ。ペレットを食べない理由って、病気以外にもいくつかあって、っていう話をなんか途中だった気がする。 えとあってあのペレットに飽きちゃったか,かもしくは量が多い場合もなんか残すことがあるんですってなのでちょっとこれからはあ残してるなと思ったらちょっと量測ってみようかなって思う今日ぴったり残してたのが 5g だったから 10g は食べてるってことだよね ま、最終的には全部食べてるわけだけど。ねニに、にしゃん。と、あとなんだっけ。新しいペレットに切り替えた時とかもね、食べ慣れないものを食べない子っていうのは、 いるので、あの、鈴さんなんかはね、果物とか生野菜系は食べ慣れないもの食べないからね、初見で。なんかそれがペレ,ペレットでも起こる子っていうのがいるらしくて。でまあ今回、ペレットを変えたわけじゃないので、それは当てはまらないんですけど。でもまあ、ペレットに飽きちゃったとか、あと好きなペレットじゃないとか、そういうのでも食べなくなるんですって。なのでちょっと、 ペレットをいろいろと食べてもらってみてとかでもいいのかなーっていう気もしつつ、でも食いつき自体は変わってないんですよね。あの初動の食いつきなんかすごい綺麗だね。青目がね。うまいこと光が入るとすごい綺麗に青くなるね。目。青くなるというか元から青いんだけど。青く映る <laughs>。そう。で、ね、鈴さんもさ、一時期そうだったので、 もしかしたらちょっと、あんまり気にせず、見守ってれば、そのうちまた、同じぐらいの勢いで食べるようになる可能性もあるけどね。ね。という感じです。はい、こんな感じです、今。ちょっと、ちょっと隔離をしましょう。以上以上以上。隔離、隔離、隔離。